小曲祭菊世は日本の記述師である。昼間は寄せなどのステージで記述を披露する傍ら、夜になると三ノ和橋停留場の界隈で自ら経営する居酒屋、舞台にて女将を務めていた。50歳代になってから趣味としてサイクリングを始めた。記述の手ほどきを受けた師匠は馬にあたる。以前より自転車といえばママチャリに乗る程度であった。 女子競輪の選手をしていた中学時代の同級生が颯爽と乗るスポーツ自転車を見ても別世界の乗り物と思えていたばかりではなく、娘が自転車で日本一周旅行をしたボーイフレンドの影響でスポーツ自転車を買うと言い出したことまでも高価な品物だし危険な乗り物だと反対するほどに関心がなかった。だが、 サイクリングをたしなむ70歳代の人物が自転車はハンチングベレー帽をかぶって毎日 40km ほど走っています。とインタビューを受けている姿をテレビ番組で拝見して胸と決めかせてからは恒例でもスポーツ自転車に乗ること素敵に思えてきた。50歳過ぎという自身の年齢を考えると自転車を作るためのお金を貯めている時間が惜しく思えてきた。ので、居酒屋、 舞台の常連客でもある荒川サイクリングクラブの中岡隆を電話で呼び出して自転車の制作について相談した。そして店と同じ荒川区内にある松田自転車工場にてオレンジ色の自転車を制作してもらってからはすっかり自転車の取となり居酒屋、舞台で話す話題までも自転車が多くなってゆき、やがて商店街の近隣人や ギターリストなどの常連客の中からも自転車を製作してサイクリングを始める人が現れた。そして常連客5人ぐらいの仲間で日本学やクラブと題してサイクリングを楽しんだ。新宿末広邸や浅草園芸ホールなど近場の寄せに通う時は龍ちゃん号に乗って通うようになった。娘からは自転車で仕事に出かけるならば技術の出前公園でもしたら。 と、冷やかされることもあった。初めて和行したのは、娘と軽井沢で旅行した時である。出発前日の閉店後、ビール片手に、娘から和行袋の手ほどきを一よつけで受けたが、上の駅で分解、収納に手こずっては困ると思い得から自転車を和行袋に詰めて、タクシーで駅に向かった。特訓の会もあってか、 軽井沢駅ではうまく和行袋にしまうことができ、無事に東京へ帰り着くことができた。出先で2度目のパンクを経験した時、タイヤレバーを持ち合わせてなかったので、線抜きとばしをタイヤレバーの代わりに使って、タイヤを外して修理した。いつかはレーサーのジャージを着て、ヘルメットをかぶって走りたい。と言って、2台目となる自転車ロードバイクを松本自転車工場に製作してもらい、 ラッキーと名付けた。ドロップハンドルのロードバイクに乗るようになってからは、シャレ合わせからもサイクリングに誘われるようになった。1988年には、仲間4人で、稲わしろに行った。1日目は、登り坂ばかりであったものの宿に着いてからドンちゃん、騒ぎをして、2日目に、バンダイアズマレイクラインを走り、中野沢温泉に浸かり、計画していた、ボナリグリーンライン行きの予定を変更して、 稲脇城より、万代アトミ温泉に下り、当日に箇所の湯を堪能した。ありがとうございます。